実はもう昨日の時点でプロセカの新曲が来てたらしいんだよね。この妄想鑑賞大賞、これ妄想大賞鑑賞3名さ、これあれじゃん、デコーシ27が作曲して、で編曲はエモンって人がやってる。これさ、両方知ってる人だわ。いや、このパターン珍しいな。てかこのさ、あ、違う、俺ね、なんかデコーシ27ってね、なんか読み方違うらしいんでね、なんかコメント欄で教えてくれたんだけど、確かね、なんか デコーニナみたいな、なんかね、特殊な読み方があったらしいんでね。まあなんかそれでマウント取られても、なんか学校とかで別に習わんし、その読み方だから、なんか別に知らなくて当然だし、なんかそこでマウント取られるの、なんかちょ、俺はなんか意味わかんないから、まあしょうがないよねみたいなと、まあ、習ってないからね、その読み方は。まあでもしょうがない。だからまあコメント欄で教えてくれたから、まあそこはありがとうと言っとこう。一応ね、妄想鑑賞男子、待って MV つけるの忘れた。いや、もうこれはね、曲名聞いた瞬間から、あ、偏見で申し訳ないんだけど、あ、この曲はもう病んでると。あ、で、病んでるイコール、これは多分、そう、これ歌見たらわかるんだけど、25時ナイトコードがカバーするだろうっていう、もうね、この直感、イコールで全部が繋がったのね。この曲名聞いただけで。だから、あれ？あ、めっちゃ意外と MV 凝ってる。いや、なんかね、聞いて、なんか俺が、じゃあうるさい、ちょっと聞いて、あのね、なんか俺が予想してたのは、あれなんだよね、デコーニナさんってあれじゃない？ヴァンパイアの時とかそうなんだけど、なんか、一枚絵の周りに文字がさ、来るだけの MV 系のやつかなと思ったから、意外とこんなめっちゃ凝ってる MV あるんだね。え、すごい、なんか、え、バカ凝ってる、なんかボカロって感じの MV する。え、てかこのさ、ボーカルのさ、透き通った感じの声いいね、割と。やっぱ25時ナイトコードで、ね、25時ナイトコードでなんか普通にさ、無難に歌うまくて、普通になんか嫉妬しそうなんだけど、よくない？なんかさ、最近さ、反応が悪いって話したっけ、プロセカの。なんか結構ね、iPad の寿命説が出てて、あ、色の愚者。なんて書いてるのか分かんないけど、これあれじゃない？ジャケットのところじゃない？なんだ、ここがジャケットなのか分かんないけど。終わりなき愛のマニマニ。すごいね、歌詞が。すごいな、作詞作曲、デコーニナさん、すごいな、なかなかセンスが爆裂してる。爆発してる。これさ、編曲ってどういうこと？なんかエモンって人が編曲してるらしいんだけど、これなんかよくわかんない編曲の仕組みが。単純にメロディーと歌詞作ったのがデコーニナさんってことかな。あ、ここね、ジャケット。うわ、やめて、なんか首の縄みたいな、なんか今息継ぎしなかった曲で。すごいな、ボカロ。あいやいやあいやいやって読むんだ、それで。え、おもろいね。なんかメロディーとあれ作ってみたいな、なんかそんな感じなのかな、作詞作曲っていうのは。あいやいや、ちょっと、あいやいや、ちょっと擦りすぎじゃない？ちょっと気に入っちゃったかもしれない。デコーニナさん、ちょっと気に入ってるから、むちゃくちゃ登場させるわ、あいやいや。もう分かったよ。もうあいやいや、分かったけど、結構気に入られてるわ。気に入られ、ちょっと、ろれつが回んねえな。なんか首吊りとかなんかそういうさ、ちょっとなんかあんまりこういうの YouTube で言うと危ないらしいんだけど、結構なんかその、なんか撮影がテーマなのかな。なんか最後なんかいろいろなんかリストカットに使うやつとかなんか映ってなかった、なんかナイフ系のやつが。ちょっとなんかダークな感じの雰囲気感じた、妄想鑑賞大賞連盟。ちょっとなんか口ずさみたくなる、妄想鑑賞大賞連盟。じゃあマスターやってくわ。これね、難易度27だったから、あ、これデコーニナで2で27でみたいな、そんな感じかな、もしかしたら。これ来るんだったらヴァンパイア来た方がさ、あれなのかな、人は集められそうじゃない？ヴァンパイアの方が人気ないのかな？どっちなんだろう？あんまね、語るもんじゃないからね。俺両方とも詳しくないから、ちょ、あんまりね、語るもんじゃないけど。これよく見たら、なんかあれだね。奥でさ、ピアノ弾いてるの初音ミク説ある。まあ、説っていうか、まあ、普通に初音ミクなんじゃない？すごいな。色の具、一致名者みたいな書いてある。ちょ、ごめん、なんかあんま読めない。いいね、なんかこのさ、なんか、言葉がさ、このなんかこのラップみたいな感じでさ、なんか単調なあれとともに、なんかいいね、この感じ好きよ。あ、いい、このさ、なんかメロディー少ないとこか急にメロディー入ってくるやつ俺好きだよ。これさ、デコーシ27さ、なんか、あ、デコーニナか、デコーニナか、デコーニナはさ、基本的に作詞作曲はするけど編曲はしないみたいな、なんかあの人もそうだよね。
なんかイブ、エベ、どっち？イブかエベみたいな。なんかあの人もなんかそういうタイプだよね。俺もそれさ、作詞作曲してさ、メロディーだけ作って編曲してもらえるのかな。ちょっとやってみたくない？で、ここいい、ここ曲良くない？ここ。いや、いい、普通にいい。なんで昨日動画撮れなかったんですかって話なんだよ。俺ね、初めてかもしんない。あのさ、もうプロセカとかアーキアをさ、やり始めてから基本的に新曲来たらその日のうちに動画撮るっていう感じだったけど、いや初めてね、予定があったんだよね。お、あ、いやいや、ちょっとなんかその認識なんけやめてほしいな。この認識なんやめてほしいって言ったよね俺。もういいわ、全部片手でやってるわ。その認識なんやめようね、普通に。いや、あのさ、プロセカの認識なん何がおもろいな。俺さ、プロセカの話すタイミングとさ、まあフリックは100歩譲っていいけどさ、話すタイミングと、あの認識なんて、え、何が面白い、まあ、おもろいのかな、流行ってるんだし、まあおもろいのかな。1ミリも面白さわからんわ。いや、いい曲、すごくいい。デコーニのさ、あれなのかな、ボカロ作曲者会のヒカキンみたいな感じなのかな。いやでも俺米津玄師のさ、ちょ、あれ待ってか、米津玄師のハチってあったじゃん、あれはなんか俺ヒカキンとはまた違うような気がする。なんか最近米健の方が多分人気だし、ハチより。だから多分あれはなんか違うような気がする。ちょっとこの晴れを待つさ、最近ちょうどいいんじゃない、これ雨続いてない、最近。まあ地域によるかもしんないんだけど、なんか雨続きな気がするから MV 見てくわ、晴れを待つの。どんな感じなんだろうね、これオリジナル曲だから、プロセカの。俺その辺ちょっとあんまり詳しくなさすぎてごめん、ちょっとにわかトークするかもしれないけど。あ、え、めっちゃクオリティ高くなってさ、見て、髪の一本一本まで揺らぎまくってない、だって。え、すごい、めっちゃクオリティ高くない？ちょっと晴れを待とう、あれで晴れを待つって読むの知ってた、みんな。ちなみに、てかなんか今日めっちゃ悲しいことあった、話していいですか。いや本当に悲しい話していい。あのね、3ヶ月前ぐらいからね、大事に大事に育ててたね、あのナメコの栽培キットのナメコがあったんだけど、3ヶ月ぶりに開いたらなんか全部シワシワになって枯れナメコになってたの。なんかめちゃくちゃ普通に悲しくて、なんか涙で、そんなって普通に、あんなあられもない姿になっちゃうね、ナメコって。だから、まあ、俺が栽培してあげなかったから、あの子たちはあんなになっちゃったんだなっていう。いや、生き物飼う上でやっぱ無責任なことしちゃいけない。あ、でもなんか歌詞いいねこれ。そのさ、妄想鑑賞大賞連盟やった後にさ、この何、この明るい曲でいいじゃん。動画が中和される。あ、でもいつか君がいなくなったらとか言ってる。ちょっとこれも読んでいる、私だけで生きていくの。ちょっとなんかこれも重いかもしれない、ちょっと ごめん、なんか重えな、いろんな意味で重いな今日の動画、ごめんね。ちょっとなんかメンタル弱い人見ない方がいいかもしれない、もう今言っても遅いかもしれない。私だけ何回それ言うの。妄想鑑賞大賞連盟もなんか結構こすってたよね、同じ言葉を。なんだっけ、あ、いやいや、両方ともなんかこすりがち。まさかあんな MV がさ動くと思わなかった。髪の毛の細部までなんか動いてたよね、あんなクオリティ高いと思わなかった。じゃあ晴れ待って、晴れるといいですね明日は。そんな感じで終わろうかなと思うんだけど、今日はライブ配信をもしかしたらするかもしれない、とあるライブ配信をするかもしれない。ぜひ、暇、まあ、みんな暇だと思うんで、ぜひ来てくれればなと思います。さよなら、バイバイ。